今日はヤギは自分の声を聞いたらどんな反応をするのか検証していこうと思います。生まれて数ヶ月ぐらいの時って麦ヤズってすごいもう本当やっぱ声変わりするのかすごい高かったんですよ。最初猫の鳴き声ぐらいの高さだったんで、まあ、今はね、まあ、結構ヤギらしい鳴き声に変わったんですけど、まあ、その時の自分たちの声を聞いてね、まあ、自分だと思うのか、あの他の生命体の鳴き声だと思うのか果たして何も思わないのかみたいな検証していこうと思います。では行こう。イエー怖いなもう年頃だから血の気が多いな。目とか傷つけ何それどういうことよリフレーム反応すんのなんでポントやヤギ暮らしのおまけのアカウントで去年の冬にあげたクリスマスツリーの動画を聞かせてみようと思います。そうだね。よっ。あ、なんか気になってるかも。なんか不思議がってる感じする。うん。お、なんか止まったね動きが。なんか共鳴してる。不思議な感じ。なんか動きが止まったねでも。何ですかそれは何ですかどういう結果これあ、フレーメン反応した俺で俺でフレーメンですかま、可愛いからいっかなんか麦ちゃんはちょっと聞いてた、うんうん、しっかり聞いてたというか急に穏やかになったというか、うんうん、なんだろうねこれ 今の鳴き声これやっぱ麦ちゃんの方がスマホにすごいだってわかる確かにすごいそれから鳴ってたよねみたいな感じが急にスマホに関心がねそんな感じしない、うん、なんかちょっとセンチメンタルな気分になってる感じがさっきまですごい喧嘩してたけど急に麦ちゃんが穏やかになったから、うんうん、もしかしたら麦ちゃんはなんかこうさっきの聞いて思うことがあったのかもしれないちょっと多分あの聞かせた動画があのお母さん呼んでる時ちっちゃい頃近くにいるのに来てくれなくてねって呼んでる時の動画だったから、うんうん、もしかしたらそういうその寂しい気持ちみたいな、うんうん、を思い出しちゃってやら穏やかなというかおセンチヤギなんだ。おセンチヤギになった。急におとなしくなったよね。本当だね。さっきまで喧嘩してたの。ちっちゃい頃思い出したか。うん、ちょっとちっちゃい頃思い出したのかもしれない。ということで、結果は。なんか気になるけどよくわかってない。うん。こうやって人間がバーって喋ってる時の、なんか雑音とは、なんか若干違う反応は示した感じがしたので、まあ、もし、凶暴で手がつけられないヤギとかがいたら、ちっちゃい頃の自分の声とかを聞かせてあげたらちょっとセンチになっちゃうかもちょっとかわいそうかもしれないけどセンチヤギになる可能性も
新しい方法としてありなのではないかと。適当。まあちょっとかわいそうなんで、あんまりいっぱいストレスかかっちゃうとあれなんで、うんうん、まあ、しょっちゅうはやらないですけど、まあ、たまにね、童心を思い出して、これからも健やかに育ってくれたらなと思います。うん、麦ちゃんの反応が面白かったなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、高評価、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。